えー、こんにちは。そっか、塾の久保です。まあ、吉田さん、あの、凡事徹底のお話しさしあのしてくださったんですけども、確かにね、凡事徹底をしろって言う人以上に凡事徹底してたんじゃないかなと思いますね。で、今回私はですね、その、プライドっていう言葉にフォーカスしてお話し,していこうかと思います。まあ、あの、商売人になるためにはプライドはいらないって言うんですよ。つまり、商売人ってのは、頭を何回下げるかが売り上げを上げる、まあ、秘訣だとも言えるんですよね。だから、とにかくね、 お客様がたととしがうございましたとお客様がクレームを出してくださったことに対して進化のねチャンスをいただけたということでありがとうございましたともう仕入れ先がね取引先がいろんな無理なんだよを押し付けてくるでもそれをこなしたら取引がまだ長く続くチャンスをいただけたなということでありがとうございましたとで頭を下げる回数が本当にね無限と言えるほど多いそれが商売にだということです だから人に頭を下げるのは嫌な人ってのは商売人に向かないでしょうねきっとね、うん、でその商売人のプライドっていうんですけどもまあ基本的には自分のまあちっぽけなプライドを捨てないと商売ができないっていことはよく言われるんですけども同時にですね商売人として持たなければいけないプライドってなんですよそれは何かと言われますと何でしょうか答えれますか、うん、商売人のプライドってのは毎日売り上げを立てるねたとえそれが1円であっても売り上げを立てたっていうね その日々を積み重ねていくことなんですよ。まあね、売り上げがね、ゼロなのにね、もうよくね、眠れるなとかね、よく帰れるなとかね、まあそんな形ですよね。まあ、吉谷さんという、ある人が残業してたら、この人はね、まあ責任者で社,社長なんですけども、社員の子がね、吉谷さんが帰れないから僕たちも帰れないじゃないですか、みたいなこと言うんですよ。で、その時に経営者目線なら、こう言うんですよ。今日のノルマは達成してないのに帰れると思うのと。 時間が来たから帰るんじゃないよ仕事をこなしたから帰るんだよっていうことだと思うんですよ。ね。これがだから、商売人のプライドですよねだから満足いく売り上げ立ててないのに帰っちゃうっていうのは、これプライドがないやつのことなんですよね、きっとね。